どうも、トーズルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュオブクランやっていきたいと思います。さあ、ということで今日のねこの動画ではちょっと資源狩りをがっつりやっていこうかなと思っているんですが、最近ねクラン対戦参加させていただいてるんですよね。で、クラン対戦参加してて、まあ、とにかく足を引っ張ってるとターンオール12のクランなんですけれども、もう毎回前回取られるは、今回一応星2つでまだ、頑張ってますけど、まあ多分前回取られるでしょうと。で、さらにやっぱ攻撃でもなかなかね貢献することができないといったところで、ちょっとねこのままではあかんぜよと、言ったところで資源狩り頑張っていこうの、回でございます。もう本当にキャンプも広くしないといけないし、ユニットのレベルも上げないといけないし、あの壁はまだいいかな、防衛施設とかも全然あの育ってないし、ヒーローも上げていかないといけないしね、もうとにかく資源が必要といったところで今日も資源狩りやっていきましょう。ちょっとね、今日がっつり、少し長めの動画で、がっつり資源狩りしていこうかなと思ってます。あ、ブーストしよう。忘れる前に、こちらブーストボタンを押しといて、この以降のね、これ以降の、ま、ユニットとかも短縮していきましょう。ブースト。ちょっと前までな、1M ブースト来てて、あの時本当に良かったですよね。1M ブーストだと、もうなんかこう、15分ぐらいしか、プレイできない時とかも、もういいや、やっちゃえっつって、ブーストできるんで、まあ、そういった意味でも、この 1M ブースト来てた時は神だったんだが、まあ、今はちょっとお高くなってしまいました。まあ、ということで、今日も頑張っていきましょう。お!もうちょい頑張ろうか。もうちょい頑張っていきましょう。あ、最近ね、クラン対戦、やってるんですけど、タウンホール12ね、むずいっすわ。しかもみんなうまい。本当にみんな上手くて、自分が嫌になるんですけど、まあ、それでもね、ここが逃げちゃダメだ精神を発揮して、まあ、少しずつまた慣れつつね、タウンホール12とかの戦術も使えるように頑張っていきたいと思います。この前、クラメンの、なんか90何パーセントでもう全開取れるだろうみたいなリプレイをなぞったんですけど、まあ、とにかくね、クイヒーを死ぬわ、クイヒーのクイーンすぐ死ぬわ、全然なぞれないわでね、めちゃめちゃ恥ずかしい思いをしたんですけれども、ちょっとなぞれる、プレイとかもね、ちょっと磨いていきたいなと思います。ここな、多いけどどうせ取れないから、もうちょい全開狙えるところで、資源がもう少しあるところ行きます。あ、ここは?ここさっきの村より なんか弱そうですね。壁の色がね、だいぶ、こう、落ち着いてると弱そうに見えるだけで、まあ、実は強い説あるけど、いやでもこれいけるんじゃない?エアースイーパーの位置確認。12時方向にあるインフェルノタワーかけ2と、対空がめちゃめちゃ強いんで、あそこ以外を、このね、突破兵器プラスヒーローでやっつけていきたいと思います。どう突っ込んでいくのがいいかな?イーグルを処理したいんで、そうだな。こうだな。これで、アチャクイこっちから流して、ババキンどういくかな、これ。ババキンをこのアーチャークイーンが壊した後にここに突っ込む。オッケー。悪くない。いや、壁も破壊して、いいんじゃない?インフェルノタワーの影響なければね。あー、アーチャークイーンがそれそう。アーチャークイーン!お前はそれちゃダメだ。マジで。アーチャークイーンそれるのが一番あかん。いや、それましたね、完璧に。で、バーバリアンキングめっちゃこれは広範囲にやられてるんで、しかもババキンもそれた。やば。イーグル砲の処理できないよな、ジャイアントじゃ。ジャイアントもね、レベル高いジャイアント割と強いんで、いやーでもさすがに厳しい。さすがにこれは厳しい。パパ頑張れ。あー無理か。あの対空を、ちょっと待って。対空砲は1本処理できました。イーグルはちょっと無理だね。イーグルは無理だけど、なんとかなら、アチャクイがここで中に入る。これは熱い。これで、イーグル砲とエアスイーパー処理できますと。いやーこの、あ、イーグル砲じゃない。対空砲とエアスイーパー処理できますと。イーグル砲までいけないかな。さすがレベルマックスのゴリでも無理だわ。この火力では無理でした。いや、イーグルフォアルトないでは全然違うんだよな、進みが。まあいいや。頑張ってもらおう、空パートに。さあ、ここでギリでキーンやって、参ります。もう時間ないんでね。12時方向から一気に行きたいんで、こうかな。こうして、一気に、ああ、ずれる。いけ。この出し方珍しいけど。さあ、ガンガン行くぜ。まずはラバがターゲット取ってくれて、で、ベージュ状態にしてみんなを進ませながら、フリーズがっつり言うと、ここでキーンするよ。キーンが微妙だった。まあいいや。ここでレイジで一気に行って、これフリーズかけよう。あ、フリーズかけても一発出ましたね。
カンカン行って、あ、オッケー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 、前回までいけそう。前回まであと阻むものはこいつだけ。いやナイス、グランドおじさんナイスでしたね。やっぱりこのグランドオーデンの特殊能力のタイミングが難しいけど、まあ、今回は序盤悪かったけど、あの空パートでねゴリ押しできたんでよかったという感じでございます。クラン対戦でこの戦術使ったらね、間違いなく漏れなくやられるんですよね当たり前か、当たり前かもしれないけど、いやちょっとな、前回ガツガツ取れるあのプレイヤーになりたいですね。さあといったところで支援を求める。あ、そういえばクラクラといえばですね、私のところにポンタさん、あのポンタさん知ってますかね、クラクラ のブログとかを書いているポンタさんが入社いたしまして、ちょ今一緒にあの隣の部屋でポンタさん仕事してると、いう感じでございますちょ今後ねまたいろいろ仕掛けていければいいなと思っているんですけれども、まあ頑張っていきます。あのあれなんですよね、すごく今こうモチベが何事に対しても今高い時期で、皆さんも多分あると思うんですよ、あのモチベが高い時期と低い時期って、まあ低い時期はあんまりぶっちゃけ言うと私のモチベが低くなることはないんですけれども、まあその常に高い中でも今ねめちゃめちゃモチベいろいろなことに対して高くて、なんかね、なんかいろいろやったるぜ欲が今ふつふつと来ているので、まあいろいろね、この夏は勝負を仕掛けていきたいなと思っております。なんか大きいことしたいけどね、昔みたいに、昔は結構こうリアル系イベントに時間を使ってたんですよ。で最近は YouTube 系イベントにね、 YouTube の生放送とか、この前それこそ18時間半か18時間半だったっけ、それぐらい自身の自分の YouTube チャンネルの中でも最長の寝れません放送、今まで一番長い寝れません放送をやって、もうねヘトヘトだったんですけれども、まあそういったこうなんていうのな、いつもやらないような企画っていうのもね、今のモチベーションだったら楽してっていうか、その全然空なくねできるかなと思っているので、まあちょっとご期待ください。さあといったところで、違うな、ターンホール12のレベルをどんどん上げていきたいんですよね。本当に資源が足りないマジで、結構ちょこちょこ開いてるぐらいじゃダメですね。もうちょっとがっつりやらないと多分本当に永遠にレベルが上がっていかない、そして援軍が入らないので、もう行きましょうか。あ、そういえば、ちょっと待って、これ脅威の密度も生きてたわ。ゴーレムペッカイザーとか、半額になるんですよね。ゴレイズペッカでやる？ゴレイズペッカだったら、ワンチャン別に援軍も必要ないパターンもあるし、ちょっと待って、ゴレイズペッカで行きましょう、そしたら。これ長押しして、ゴレが半額。てか、昔はあれだったよね。作る時間も短くなったりしてたんだけど、最近はそういうのはないのかな。こうウィズ32体いらないの。ウィズが、オッケーオッケー。ウィズ14体いればいいだろう。で、ゴレをちょっと多めに作って、ウォールブレイカーは？ウォールブレイカーを残り。あー、ケスケさんありがとうございます。助かる。助かりマンモス。ウォールブレイカー7体、ゴーレム4体、ペッカ2体、ウィザード14体、完璧だろ。この編成だったら、全くもう、ヘイストいらない、ヘイストいらない。この編成だったら、ゴリゴリでなんかいける気するんだよな。ジャンプとヒールと、レイジレイジ。オッケーオッケー。こんな感じでいきましょうか。あ、そういえば、ゴーレムがイーグル5に弱いからな。だからそこら辺も含めて、どういった攻めをしていけばいいのか、ちょっとまたいろいろ勉強していかないといけないな。まあ、とにかく資源狩りで一番重要なのは、高回転で、かつ、おお、ここは弱い村を見つけていくという作業が一番大事なので、あんまり難しいことは考えずにね、まったりやっていきたいと思います。そういえば家にね、あれを買ったんですよ。コーヒーのなんかメーカー、コーヒーメーカーっていうんですか、ガガ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 ッつってその場で豆を引いてくれて、コーヒーを入れてくれるという機械なんですけど、割とねちょっとお高い感じの買い物だったんですが、いいですね、満足度高めです。私の中でいつも香りのいいコーヒーが飲めると考えると、別に外でこうスタバとか行くよりは安いのか、安上がりなのかなと思いつつ、ここで行きたいと思います。今回は空だね。 OK 参ります。タウンホールがあるからこっから入れていくかな。こっから突破兵器、あ、これレベル3かな、なんかでかい気がする、いつもより。でアチャクイがまたそれるなよ、アチャクイそれるなよマジで。さあ中入れよ、中入れよ。ババキンそっちじゃない、なんでそこ行く、ちょっと本当に行くそこ、マジか。アチャクイしかもそれるなよお前絶対。あー、それそう、それそう、アチャクイがマジでヒーロー言うこと聞かない。よしよし、アチャクイは、アチャクイはいい子、アチャクイはいい子で、ポイズン、あ、ポイズンいらないなこれ。ポイズンかけつつエアースイーパー処理したいですね、なんとかして。いや、にしてもババキンのちょっと言うことの聞かなさ異常だろあれ。
さあ、カーンやって、エアスイーパー処理できないかな。エアスイーパーだけでも処理したい。いや、無理か。このスケルトントラップにうまくやられちまった。さあ、ということで、こっから全開を狙っていかないといけないという。しかも、タウンホール10だから、2つ格下だからね。これはもう取れないと、YouTuber として恥ずかしいパティーンですよ。エアスイーパーの向きとは逆から入れていくのがいいかな。どうするのがいいんだろう。インフェルノタワーはそこまでバルーンにとって怖くないんで、やっぱ対空砲の処理を第一に考えたいですね。よし、行きます。こっからぐんぐんぐんっていきますよ。いきます。早め。スピード命ですからね。スピード命で、いけ。さあ、ガンガン行ってもらって、グランドオーデも出ましたね。ガーゴイルも出して、一気にレイジ状態。オッケー。そっか、あれがないのか。あれがないから、あれっていうのはあれね、イーグル砲ね。イーグル砲がないから、ここでもうキーン使っちゃって、ここでレイジ使っちゃって、ぐるっと回しましょう。ぐるっと回していきましょう。オッケー。悪くない。あとは、いや、エアスイーパーが邪魔。エアスイーパーと、こいつにね、フリーズをかけて、さあどうだ。いや、際どいか。ちょっと際どい。2つ隠しただから全開取りたい。いける?バルーンの数があともうちょっと。いや、ガーゴイルがいくら残ってるとはいえ、最後のあのウィズ島が結構厄介なはず。いや、いけないわ、これ。マジか。ちょ、待って。ドズル、ザコスギ、オラタってめっちゃ書かれる。時間も足りないし。いやー、ダメでしたね。ポンコツでしたね。いやー、やっぱね、ヒーローの入れ方が甘いわ。もうちょいサイドカット用のユニット持ってきた方がいいのかな。ガーゴイルでカットするとか、そういうクレバーなプレイをね、やっぱ見せてほしいですよね。いや、ちょ、クイヒーとか練習しよう。もっとなんか、クレバーな、スマートな全開を取れるように、ちょ、練習します。これだともう脳筋ですからね。さあ、といったところで、さあ、この星ボーナスももらえ、マジ?もったいな。溢れた?もしかして。うおー、溢れてるエリクサーが。これもらいつつ、おー、一気に来ました。あ、これキャンプもしかしていけ。あー、キャンプもうちょいか。キャンプをね、とりあえず、あと2段階ずつ上げれるんですよね。だから、10、20、40枠か。40枠足りてない状態でいつも戦っているので、まあ、とにかくここら辺アップしていきたいのと、ヒーローのレベルも無限に上げれるからな。まあ、とにかく優先順位がわかんない。まあ、とにかくキャンプ、そしてこいつ、クランの城ね、クラン城を、あとはユニットのレベルとかちょこちょこ上げつつヒーロー上げていくが最優先かな。攻撃力上げていきたいですよね。どっちにしろね。といったところで、ちょっと待ちたいと思います。援軍もらって、ここら辺ちょっと援軍が入るまで待ちつつ、これはこれいらないな。ポイズン1個いらなくて。よし。久しぶりのちょっと資源狩りで、ゴレウィズプラスペッカを使ってみます。ゴレウィズプラスペッカは、正直ね、あんまりタウンホール11とか12ではピンと来てないような気もするんだけど、まあ、でもペッカは割と使ってる人多いし、いや、私のね、このゴレウィズペッカに対する愛を、愛をね、攻撃にしていきたいと思います。いや、結構この、クラクラの動画も、最近こう資源狩りとかいろいろやってるじゃないですか。割とたくさんの人に見てもらってるんですよ。再生数が私が想像している以上につくんで、結構モチベ高まってますね。しかも毎回公式さんコメントしてくれるし。マジで公式さんね、最近マジで毎回コメントしてくれるんですよ。ありがとうございます。はい。さあ、といったところで、ここゴーレム4体か。だからイーグル砲を先にぶっ放したいですよね。イーグル砲の方向から行って、ゴーレムゴリゴリやっつけて、てかゴーレム合計5体でしょ、これ。ちょっと入れすぎかな。ペッカもうちょい増やした方がいいかも。ちょっと待って。入れすぎな気がしてきた。ペッカもう1体増やして、でその枠を、その枠何入れればいいんだろう。あと5枠。あと5枠か。ここ7、難しいな。ここの調整がすげえ難しい。ウィズ入れたらちょっと中途半端な感じになっちゃうし、やっぱゴーレムでいいや。結果ゴーレムでいいやということになりました。よし。さあ、援軍入りましたので、ここら辺ポチっていきましょうかね。で、もう一回ゴレプラスのペッカ作っとく。ゴーレム4体だとちょっと怖いな。援軍にも入ってるんで、ちょっとこのゴーレム多いすぎ問題がね、勃発するかもしれませんが、まあ、なんとか頑張ります。よし。そして
呪文がレイジ2つの何がいいんだろうな、ジャンプ2枚あってもいいかもしれない。ジャンプ2枚の、ヒール1枚ポイズンって感じでいこうか。いやでもフリーズも欲しいんだよな何でも欲しい、今何でも欲しいんだけど、フリーズにしよう。 OK、 ジャンプ2枚のフリーズ2枚の、レイジ2枚でいきましょう。フリーズがとにかく強いらしいよね。てか強いよね、今までだって5枠取ってたものが、あ、5枠じゃないわ、2つ分取ってたものが1つ分になったんで、若干弱体化食らってもまだまだ強すぎるぜって感じなんですが、参ります。さあ結構ダラダラね、資源狩りをやっておりますが、最近、あ、そうか、7月になってりましたねちょっと遅いかもしれないけど、あ、そういえば金髪にしたんですよ私。動画をね、いろいろ見てくれてる方はわかると思うんですが、この前クラルワーカなんかの企画で、そうワールドカップがあってて、ワールドカップ日本負けちゃったんだけど、話がそれるんでそれはまあよしとして、ワールドカップのポーランド戦かどっかだったかな、あのホイッスルが鳴るまで、最初のねキックオフまでにトロフィー5500っていう、まあクラルワーでいう、まあ、トロフィーがあるんですけれども、クラクラみたいにね、トロフィー5500行かなかったら金髪にします生放送したんですよね。まあ全然届かなくて、結果から言うと。で、まあ金髪にしますってなって、10年ぶりぐらいかな、私大学の時に何回か金髪とか銀髪とかにしたことあるんですけれども、久しぶりにね、ずっと黒だったんで、まあ、気分転換の意味も込めてね、今回金髪にしたんですけど、まあ賛否両論ですね似合ってるって言ってくれる方もいれば、全然似合ってないっていう人もいて、まあでも金髪にしたらさ、基本さ、今までずっと黒だった人が金髪にしたら、基本みんな、え、似合わないっていう反応が普通だと思うんですよね。普通だと思うんですけど、その中でも半分ぐらいの人が似合ってるって言ってくれてるんで、まあ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 合格点かなとは思います。まあでもちょっとやから感が出てるんでね、いつもより腰を低く私は生きております。はい大事じゃない、大事ですよね。金髪だからって、やっぱり人間はこう見た目で人を判断する部分って少なからずあるじゃないですか。だからこういつもよりね、気を使って、その他の人に迷惑かけないようにね、いつもより腰を低く生きております。はい、この柄悪いし、この兄ちゃんなんかすげえ品がないなって思われたら嫌なんでね、ペコ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 金髪でいきたいと思います。ここ行くかな。いや、もうちょい狙っていいだろう。もうちょい貪欲に行きましょう。金髪にすると、今回2回ブリーチって言って色抜きをしたんですけど、金髪にするとね、あれなんですよね、髪の毛が犬の毛みたいになる。まあ犬あんま触ったことないんで何とも言えないんですけど、そのパッサパサのガッビガビになって、トリートメントとかしてもね、全然意味ないっすわ。ちょっとこの傷んだ髪でね、今後頑張っていきたいなと思っております。さあ、ということでここ行きますか。割とエリクサーたっぷりあるし、今エリクサーが欲しい私にはぴったりの街、行きます。どう進んでいくのがいいかな。まず初手アチャック、ここの場所大丈夫だろう。そろそろ行くか。あ、ちょっと待って、今回ゴーレムデッキだった。忘れてました。いつも通りのあのデッキで行ってたわ。ペッカも中に入れて、やばい、クロークかけての、これゴーレム3倍だよな確か。うわー、イーグルホーンにやられてる、イーグルホーンにめっちゃやられてる。ここはレイジかけて、一気にねゴーレムたち頑張っていただきつつ、さ、ペッカやられた音がしたよ。ペッカのやられた音がして、うわ、援軍にはバルーンが出てきた。これちょっとあんまりだな、あんまりなアタックになっておりますが、あ、そうだ、グランドオーデン、ちょっと待って、いつもと勝手が違いすぎて、グランドオーデンも出してなかったし、ペッカとゴーレンもひどいな。ちょっと待って、次もう一回挽回させて、これはもう一回いきますよ。でこういう時にカキーンを使って、まあ、いい感じに処理していくと。でジャンプとかも使ってって感じだけど、いや今回ひどいな。ジャンプ使って、まあ、レイジでがっつり中入れて、いやー厳しい。 39%。 次もうちょい頑張ります。いやー最初あれのつもりで行ったんですよ、空のつもりで行ったんですが全然ダメでしたひどい
ひどい。ここ数ヶ月の中で一番ひどかった気がする。ちょっと待って、挽回しよう、挽回しよう。大丈夫。人間は、その、いかにミスをしないかじゃなくて、ミスした後の、このリカバリーでね、その人の進化が問われるんで、大丈夫です。今回は、で、ジャンプは、わかった。突破兵器があるんで、ジャンプはまずいらないでしょうと。これでいきましょう。ゴーレムがやられるからな、やっぱ、イーグル砲を先にやっつけて、で、ゴーレムを進軍させて、とにかくウィザードをもっと早く展開しないといけない。難しいな、ゴレイズペッカ。久しぶりやると相変わらずの難しさ。で、次もセットしておきますよ。ゴレ4っていうのがもうそもそも舐めてる説あるけどね。まあいいや。そこは置いといてよ。ペッカと、もうちょいウォールブレイカー少なくして、あいつ入れてもいいかもね。ウィザード入れてもね。で、ジャンプ1枚、レイジ2枚、ヒール1枚、ポイズン1枚みたいな。こんな感じでいきます。さあ、援軍が入ったら、ちょい時短をしてね、やっていきたいと思います。いや、にしてもちょっとひどかったな。クラクラって、結構、皆さんね、資源狩りとかの動画そもそもあんまないじゃないですか。で、結構クラン対戦の芸術的な攻めの動画が、今もやっぱなんだかんだ多いと思うんですよね。だから、こう、クラメンのさ、攻めとかもさ、上手い人の全開リップとかばっかり見るじゃんか。だからこう、みんなが下手な、こう、映像に慣れてないと思うんですよね。だからそういった意味でも、私の動画そういった層に、まあ、クリティカルヒットするんじゃない？嘘です。ごめんなさい。冗談です。上手くなります。はい。いやー、でもな、難しいな、やっぱ。クラクラちょっと本当にね、やることが多い。特にタウンホールが上がってくれば来るほど、やることが増えてくる。ずーっとタウンホール9のゴレホグばっかやってたからな、なんだかんだ言うて。ゴレホグはすごく、シンプルロジックで、こう、なんていうの、抑えるべきポイントが少ししかないんで、それをちゃんと確認して、どんな配置でもゴレホグで行くっていうのはね、ここ1年ちょっと続けてきましたが、もうそろそろ、いろいろな戦術使えるようにね、特訓していかないと、まあ、いつまで経ってもゴレホグじゃあれなんでね。しかもタウンホール12だと、もうゴレホグあんま見ないしね、やっぱり。クイヒーラバルとか多いですね。クイヒーラバルとか、あと今強いディガーね。ディガー戦術とか、まあ、そういった、ユニットがすごいみんな多いので、そこら辺のちょっと王道戦術使えるようになりたいな。ヒーラーのレベルアップしよっかな。あれ、援軍来ないな。援軍ちょっとあれですね。ゴレジャイってどういう感じですか？ゴレジャイ。あ、なんでもでいいです。なんでも。何でも嬉しゅうございます。ゴレジャイ。私もあげよう。もらうばっかりじゃよくないからね。ゴレとジャイ。OK。あ、ジャイアントいっぱいくれてありがとうございます。よしよし。ジャイアントレベルマックスじゃん。かっこよ。なんか、あれですよね。機動戦士ガンダムに出てきそうな格好になりますよね。ジャイアントレベルマックスになると。突破兵器なしかな。突破兵器入った。ありがとうございます。まっちゃんさん、あざす。さあ、ということでやっていきましょう。今日ちょっとね、わざといつもより長めの、資源狩り動画でお送りしております。昨日、おととい、3日前ぐらい、多分クラクラの動画そんなに上げれてないと思うんで、今日早くね、起きたんです。朝7時に起きて、久々になんかこう、すがすがしい朝から活動していて、いいですね。早起きするとなんか1日が長く感じるけど、まあ、多分気のせいだろうね。気のせいでしょうね。早く感じるのは。ここ行きます。シングルインフェルノがあるんですけど、どう行こうかな。イーグル砲の処理がまず大前提でしょ。だから、一旦行きますよ。私の得意な、アルカセで行きます。これで、ウィザードこんな感じで出して、アチャクをここに出すんですよ。このあれですね、イーグル砲が起動する前にアチャクイとゴーレムでいい感じに削っていくと。イーグル砲ってなかなか起動しないよね。何枠なんだっけ、今何枠かちょっと分かりませんが、割と起動しないということがね、私の調査で分かっております。これやばいな、ゴーレム。ちょっと待って、お主。 OKOKOKで、こいつと一緒に、オッケー。このゴーレムがもったいないんで、いけ。あ、いけないか。ボールバスターで進めていきます。まだイーグル砲 OK？ 割と OK だな。さあ、いい感じ。
ババキン出して、まだイーグル4 OK だ。永遠にいけるじゃん、これ。イーグル4。さあ、いいよ。悪くない、悪くないよ。さらに、こっちからもちょっとウィザード1体ぐらいは足しておきたいな。せっかくなんで。足して、いや、イーグル4がちょっと頑張って、頑張って。イーグル4頑張れてないな。ペッカ出すわ、ペッカ出すわ。で、こっちからゴーレム、ゴーレムの、ウィザード戦法。さあどうだろう、ペッカ2体とジャイアントが頑張ってる。お、いいね、ジャイアントいいね。レイジ状態かけよう。ここで、あ、グランドオーデンいつも忘れるんだよな。しまった、グランドオーデン完全に忘れてた。ここもレイジで一気に行きまして、ウィザードオールブレーカーを中にガッツリ入れていくスタイル。キーンキーンは、キーンは決して忘れてたわけじゃありません。はい、全く忘れておりません。キーン、オッケーオッケーオッケー。中心部入っていく、中心部入っていきまして、ジャンプかける、ヒールかける。いいね、いいね、いいね。さあ、なんならいい感じですよ。前回までは無理か。いや、こんなに、呪文使い忘れたり、適当に攻めてるのに、割といい感じになるもんですね。なるもんです。はい。ペッカがなぁ、ちょっと使い方下手でしたね。今回、ペッカ2体慌てて出しちゃったんで。あと、呪文ね。とにかく忙しいのよ、タウンホール。いやだからそういった意味でもいつも私が使ってるラバルあるじゃないですか。あれは本当に優秀よ、マジ。何も考えなくても出すだけである程度本当に戦果になってくれるんで。さあ、遅れてやってまいりました。本日の主人公ゴーレムくんです。このね、ゴーレムが破壊されて破裂するダメージでなんとエリクサータンクを叩くというね、高等技術見せて信じましょう。時間切れです。まあ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 。お、今回、ちょっと待ってよ。キャンプまでは、あともうちょいか。なんかサービスしてくれないかな。なんかここら辺でサービスくれない？ないな。あ、クランゲーム始まったますか？お、始まってる始まってる始まってる。あ、気づかなかった。クランゲームちょっとまたやります、後で。クランゲームやりますが、ちょっとあれですな。どうしよっかな。キャンプまで上げたいから、もう一回行っていい？ちょっとほんと長くなるけど、ごめん。本当に長くなってごめんけど、もう一回行きますわ。もう一回攻めて、で、キャンプのアップグレードをして、今日の動画は切りよく終わっていきたいと思います。じゃないと、じゃあ後でじゃあ上げときますとか言ったら忘れちゃうんですよね、いつも。もう、動画内で完結するっていうね、私のテーマです。グランドオーデン忘れないようにしよう。グランドオーデンキーンちゃんとやって、しっかりね、入れていくと、中に。本戦術でも気に入りました、私。悪くないですね。なかなかいい感じ。フリーズやっぱシングルインフェルノとかでがっつり使っていかないといけないって感じかな。久しぶりにこんな長い資源狩りの動画撮ってますね。まあでもたまにはちょっとこういう長い動画も撮って皆さんの反応を見つつ頑張っていきたいと思います。そうだな、資源ウォールブレイカー、そうね、初めのあそこのゴーレムパートでどれだけこのイーグル砲を削れるかね。さっき多分いい感じだったと思うんだよな。先にイーグル砲を削って、で、後からまたゴレパートを入れると。先のクイーンパートでグランドオーで入れてもいいのかもしれない、もしかしたら。突破兵器来ないな。突破兵器はマジで来てほしいんだよな。ジャイアントって突破兵器でジャイアント入れとくと、中心部に行って、例えばシングルインフェルノのところで、ジャイアントがシングルインフェルノいきなりボゴスか殴ってくれたりするんで、普通のこの、援軍ジャイアントと、突破兵器入りの、ジャイアントでは訳が違うんですよね。突破兵器少し待ちながら、続いての、試合を待ちたいと思います。資源が結構クラクラってさ、自分で資源狩りするときって割と暇じゃないですか。私も結構こう何か音楽を聴きながらとか動画を見ながら、 YouTube の動画を見ながら資源狩りすることが多いんですけれども、まあそういった感じでね、この長い資源狩り動画使っていただきたいなと思います。はい、まあ、今後ちょっとこの動画の反応が良ければ長めの資源狩りもしていこうかな。まあ、とにかくやっぱね、資源が足りないわけよ。本当に降ってこないかなっていうレベルで資源が足りない。まあね、私のよくあるあるなんですけど、クラクラの資源狩りしようと思って YouTube 開いて動画見始めると、その動画に夢中になりすぎて、その資源狩りもちゃんとポチポチしてるんだけど、そのうまい村、そのたくさん資源が取れる村をすぐ見逃しちゃうっていうね、何のためにポチポチしてるかわからないようなことをたまにやっちゃいます。
来ないな、突破兵器来ないな、突破兵器やっぱ高いからな、お高いから。あ、自分も作れるようになった、まさか。え、ちょ待って、自分で作ればいい説、まさか。あ、作れる、ちょ待って、これで自分で作ったらどうなるのこれ。あ、自分で作ればいいんじゃね、ポチッとな、いけた。え、これでいいじゃん。人に頼るな小僧と、そういうことですか。そういうことですね、多分。え、これだとどうなるの、自分の突破兵器だと援軍ちゃんと入ってくれるのかな、その中に収納してくれる、どうなんだろう。初めて自前のやつ使ってるけど、あー、いけそう、オッケー。え、そしてペッカが全然いない、ちょっと待って、ペッカを作って、あ、これでいけますね、なるほど。あ、じゃあこいつもブーストできるのか、タッカブースト、ブースト高、びっくりした、割とブースト量高いな。え、でこっちで研究できるのかな、突破兵器も。ああ、できますね。突破兵器のレベル上げていきたいな。多分需要も高いし、その、みんなも欲しいじゃないですか、突破兵器ね。さあ、行きましょう。さあ、ラストアタック。これで、ちょっと、あれを解禁したいな。キャンプをな。だから、キャンプ解禁するためには70万エリクサ必要ってこと？割とちょっとしんどいぞ。70万エリクサは、割としんどい説が出てきている。次の戦いで勝敗を消したい。まあでもゴーレムとペッカとウィザード、なんせね、何を隠そう半額なんで今。半額なんで、もう、このゴレイズペッカでガンガンエリクサを稼ぎつつ、なかなかいい村がない。トロ上げしていった方がいいのかな。結構ね、こういう議論をすると、毎回ね、二手に分かれるんですよ。トロ下げして、放置村を狙いましょうっていう人たちと、トロ上げをすると、めっちゃその、一回一回の攻めでね、報酬だけでプラスになるから、トロ上げをしましょうっていう、トロ上げ勢、トロ下げ勢がね、現れるんですけど、まあでも、トロ上げていった方が楽しいよな、絶対。その、トロ下げて、めっちゃ下げて、資源狩りをするよりも、まあ、個人的な性格ですよ。私の性格的に、普通にあれした方が楽しいかな。さあ、なかなかいい村が見つかりません。できればタウンホール10とかのめちゃめちゃ弱くて資源がいっぱいあるようなそんな村を私は欲しいなと思っているんですが、あれですね、ドズ2とかサブアカの方も全然最近やってないんで、またちょっと番外編でやりましょうか。お、これはどう、いいね。40万、そして57万、4000ダークエリクサー、ここ行きましょうかと。これで突破兵器になったんだよね。突破兵器になって、でシングルインフェルノじゃないんで、結構がっつり中に入れてて、そうだな、アーチャークイーンを中の部屋に入れて、あれしたいですね。処理していきたいですね。で今回相手のアーチャークイーンいないので、割と固めな村ではあるけど、ワンチャン全開もあるといった感じで参りましょう。アチャクイのレベル上げたいな。上げたいものが無限にある、本当に無限にある。ここでちょっと手前ぐらいから、ここら辺から壁を開けてあげると、アチャクイも中に入りやすいんではなかろうか。いいね、ウィザードがいい働きしてる。絶対に1体のウィザードがいい働き、そしてボーラーが近づいてくる。これはがっつり処理してあげて、ゴーレムもう1体プラスウィズ。あー、やられてる、もったいない。でもこんな感じでいいか。あ、イーグルを起動しちゃった、イーグルを起動しちゃった。レイジ。いやー、着衣に痛い。行った、ちょっと待って、あ、着衣行った。ここで、ゴーレムプラスババキンプラスペッカも入れていきまして、あー、グランドオーデンまた使い忘れた。ここでがっつり壁開けをしていきたい。いける、 OK、 中心部入って、悪くない。ゴーレムがやっぱきついな、すぐやられちゃう。レイジ状態、ウィザードも入れつつね。いや、ボンバーも強いぞ、これ。さあ、バブリアンキング。ヒール。あ、またフリーズ。またフリーズ忘れております、ドズル選手。
ウィザードもいる。あ、でもいい感じ。なんかこう上手い人がたまにやるさ、こうちょっとした外周ピッカで回りつつ、その外をウィザードが取り囲んでいるっていうね、謎の形が出来上がってるわ。ここで金やって、謎の金やって、まだ進んでいくぜと。俺らはここじゃ止まんねえぞというのを見せつけてきます。さあ 70% までいったらもう12分じゃない。ペッカ強いな、割と。ペッカ1体やられて、ペッカやられる時の音がかっこいいよね。あんま似てないわ。おー、いいっすね。さあ、といったところで 77%。 結果はどうじゃ、結果はどうじゃ。あー、ちょっと待って、足りない。うわー、ちょっと足りなかった、ちょっと足りなかったけども、もう一回行くのはだるいからやめよう。さあ、といったところで、今回のチャレンジはこんな感じ。キャンプをね、上げようと思ったんだけど、ちょっとあともうちょい足りないというところで、どうしようかな。エリクサータンクここで上げても何も面白くないんで、いやー、さすがにもう35分だろう。で、エリクサーも今日、いや、エメラルドもめっちゃ使ったし、ま、今日はこれで終わりにしましょう。またね、ちょっとこっそりキャンプも、皆さんが、見てないところで、こっそり上げていきたいと思いますので、とりあえずキャンプをマックスにして、攻撃力を上げるっていうのと、あと、クランの城ね、クランの城とかで、援軍のレベル高いやつをたくさんもらえるようにするのと、なんか攻撃力を上げていって、まあ、少しでも体制にね、活躍できるように、頑張っていきたいと思います。思ったよりも資源狩りが大変です。といったところで、今日は長めの資源狩り動画だったんですが、いかがだったでしょうか。またね、ちょっとこの動画の反応を見ながら、長さの調整していきたいと思います。多分ね、これ最後まで見てる人本当にそんないないと思うんで、最後まで見た方は最後まで見たよと、コメント書いていただけると幸いでございます。ということで、今日は、資源狩りの動画でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。